はい、皆さんどうもこんにちは、ミントセス。今回はクイズデスモニアをやっていこうと思います。このクイズデスモニアは多分クイズメディアオニアのパクリのゲームだと思いますけど、多分クイズ番組だということは多分冒頭でわかると思いますが、さあではやっていきまいりましょう。さあ一点時間です。信彦くん起きてください。なんだろう、天井から声が聞こえていったなって感じですかね。何事だ、ここはどこだ、何こう、ちょっとなんかあの V 系の感じ入ってるこの目つき、すごい気になっていた。はい、おはようございます。そういうテンプレ的な質問は受け付けてません。なるほどね、やっぱ受け付けてないんだ。誰だお前は。聞こえません。起きたらさっさと次の家に住んでね。なんだよ一体、ムカつくぜ。いや本当にムカつくな。これ行くか、なんかあんのかな。特に何もないのか、石とかでなんかこう持っていけるとかそういうのはないんだね。OK です。じゃあ行きましょう。クイズデスモニア。クイズデスモニアようこそ。司会は私、イソジンダで送り。これ多分ミノモンダーだったところかな、多分枠的にはね。はい。生きるか死ぬか、あなた次第。さあ、始めましょう。定置についてください。なるほどね。意味がわかんないぜ。確か意味がわかんねえ。え、どこに行くんだ、どこ行けるのか。あと、あなたの足元についてはいつに落ちどれ。罠が飛びすぎ、イカな罠。あー、どれですかね、これね。じゃあ、これは、まあ、女性が飛び出す甘い罠にしますか。今回じゃあ、これで。いや、腹立つな、こいつの顔。何これ。残念。なんでだ、違うのか。あなたは死にました。なるほどね。あ、結構早い。ちょっとテレフォンを使ってみようかな。どこに電話があるの？テレフォンは無理に決まってんじゃん。あ、なるほどね。じゃあ、オーディエンス聞いてみようか。スタジオに皆様いません。オーディエンス不可能です。余ったれんじゃん。つけんじゃねえよ、じゃあ、こんなのよ。じゃあ、どれにしようかな。じゃあ、針が飛べす。剣の輪にしようかな。腹立つな、この寄り目なんか。何これ、これ正解でしょ、間違いなく。正解、どんなポーズ。よっしゃ、さあ、次へ参りましょう。行きましょうか。さあ、どこ行けばいいんだ。おっと、え、似たようなんですよね、これ。今のあなたが置かれた状況は今ちどれ。B と奏でる音楽ゲーム、卵を産んじゃうさなぎ、どんなゲーム。キヨコ食べちゃうぜ、間違えた死ぬクイズゲーム。まあ、これはこれでしょうね。まあ、これは間違いのないでしょ。え？何？正解、腹立つな。よっしゃ、あ、よっしゃ、一緒なんだね。じゃあ、次参りましょう。あ、結構問題置かれて、何？え？誰これ？シーヨン？ドビヒコ元気？私だよ？シーヨン誰だよ？誰こうしよう、めちゃくちゃ買ったこと誰？私は父フィリピン人、母ベトナム人に愛で生まれたのよ。あー、全然なんか日本の要素一個もなかったけど、これ今。それがなんだ？のびひこ、私を助けて。絶対にお願い、本当にお願い。いや、完全これ金をむさる。例えばですね、シーヨンの母親こそ、うちのとね、アフリカ、ジャパン、ベトナム、エルサルバドル。いや、どうかとベトナムだ。ジャパンではなかったからな。すごいなんかこう、日本人っぽい感じ、見えといて全然違うからね。まあ、正解だよね。なんだよこれ問題。わ、同じだ。あなたならできる、絶対できる、私を救える。なんか微妙に顔が可愛いのか、逆に腹立つな、これなんか。私をもっと知って、私もまあキスをしたことがない。いや知らねえよ、どうでもいいよそんなこと。俺には新年のファーストに強いそれ。え、まだしてない。母親お腹もなんか15年で一人ぼっちのクリスマスイブ。なんかもう一人ぼっちのクリスマスイブを誰とやったのかっていうのが気になるんですけど、多分二の腕とやったのかなと思いながら、まあまあ当然これでしょってことで、はい。まあこれはこれでしょ、間違いなく。はい、正解。まあそうだよね、まあ間違いはないからね、こうだ、どう考えてもね。よし、まあどんどんいくぜ。出た、また、もう3度目だよお前。ココナッツとオイルはもう嫌、シャンプーが欲しい。知らねえよそんなの、俺に言われても。トリートメント、いや、シャンプー V
プラストリンと、お前めちゃめちゃ豪華セット求めていたな、こっからは。はい、シンヨンが髪を洗うときに使うスードレ、いや間違いないだろ、このどう考えても。弱酸性シャンプー、ココナッツオイル、有名人のオリーブオイル、いや有名人のモコミチオイルだろ、それどう考えても。でラー油おかしいだろお前、何つくんだ本当に。ココナッツオイルでじゃあお願いします。今回は合ってるかな、不安だな。間違えるかこんなのも。間違えねえだろどう考えてもよ。どうやったの、間違え出た、また4つ目、バナナ最高、ウフォウフォウフォウキキ。お前何、ドンキーコンかなんか、本当に何これ。え、これなんだ、なんか指しいや何もねえわ。シンヨンが好きな食べ次のうちのね、ホイコーロー、ドリアン、バナナ、激辛ワンタン麺。いやー、なんかもうバナナ以外っていうかね、もう完全にもうウホコウホコ言ってんだよね。もうバナナだろ、こう考えても、こんなの。いや、違ったら即やめるわ、このゲーム。正解。ありがとうございます。いや、もうね、嬉しいです、本当に。うん。なんか、引っ掛け問題じゃなくてよかったです、本当に。さあ、そうそう、最後の問題か。あと少しで私は解放される。最後にこれだけは覚えておいて、私が着ているのは、海鮮学園の体操服、海鮮学園ね。はい、OK です。シンヨンが着ているのはツートレ、新銀学園のハイレグ、300学園の全体図、ドゾラ学園の黒装束、海鮮学体操服。はい、まあ、これはさすがにね。まあまあまあ、言ってたんでね。いや、これでシンヨンを助けてあげて結婚できるってあれですか？美味しい覚えができるんですか？この子は多分。正解 !OK! じゃあ行きましょう。あ、セーブ行きますね。OK! はい。入るうち。なんでこんなさ、セーブがさ、なんかチーンって感じなの？なにこれ？え？カイジ、ここで鉄骨渡りじゃん、これ完全に。おいおい、これ渡るってか。そうです、気をつけくださいね。落ちたら、それはもう大変グロテクスなことになってしまい、放送できません。最悪じゃねえか、行かれてやがるぜ。いや、本当にそれ。あなたは今、なんでここへ出てくんの？おかしくない？あなたは今この状況は住む奴隷、死の綱あたり、足の消臭力、森の子、火の用心。いや、火の用心、どこに用さんの？後ろのなんかこう、夜景が燃えてる的な感じもしかして。もう完全死の綱あたりだよ。もう足の消臭、意味がわかんねえからな。デス・オア・アライブの状況で、足の匂い誰も気にしない、どう考えても。正解は、そうだよ、そら。何これ、まだあんの、え、まだあんの、ここ。あ、あと2問で終わりか。はい。あなたに助かるってのは、スーチどれ、シーニョン、シェイユン、シェイホン、予作、誰だ予作って、お前。日本昔回しじゃねえか、こんなの考えても。シーニョンね。間違えねえだろ、こんなのどう考えても。逆に、間違えずいんのこれ。正解、腹立つな。オッケー、じゃあ行きましょう。はい。あと少し、あと少し。もうすぐ私たちは何？何もないからね。え？その爆弾動くんで気をつけてください。振るとどっかあるんですよ。え？そういうこと？自動避けたつもりで、ことぶち、じ、てら、かゆ。あ、やばい、時間がない、時間がない、じ。いや、と、え、あれは止まんのかよ、後ろのやつで。はい、オッケーオッケー。正解、よっしゃ！さあ、行こう行こう行こう、もう一回か。爆弾者つもりとね、爆弾臭？男女塩酒、え、爆弾酒って、え、酒爆弾酒って何、え、正解なの、オッケーオッケーオッケー、え、待って、爆弾、えいや知らんがな、え、しかも何、あ、次ないんだ、次も問題ないんだ、あ、セーブできるんだ。いや、すいません、セーブがいらないってところは嘘です、あの、訂正します。お願い、早く迎えに来て。いや、誰ほんま、シンヨンって。そういや、私の手違いで、毒ガスが重要して長いしない方がいいですよ。いや、ほんとに、アメリカンスープ2とで、チェホンマン、スーパー、カレーマン、サーリーマン。いや、カレー、お金もうスーパーしかいねえことなの。いや、チェホンマン、多分名前だからな、ほんとに。マンがつけばスーパーヒーローと思うんじゃねえ、ほんとに。正解、よっしゃ、さあ、いくぞ、まだ、ブッという強い人で、男爵、イソギンチャク、こんにゃく、ヌンチャク。まあ、男爵もある意味あれだけど、イソギンチャクも武器になるかもしれない。こんにゃくもならないよね。まあ、ヌンチャクしかないよね、こうなってくると。もう完全消去法、これは。まあ、こんにゃくはワンチャンでもね、気持ち悪いって武器になるかもしれない、もしかしたら。正解、ありがとうございます。行きましょう。さあ。何？
さすがだよ、のびひこくん。君の実力は確かなものだ。これはいつまで続くんだ。まあまあ、焦らず聞いてくれ。私は君に全てを話す必要がある。いや、なんもないよ。聞こうじゃないか。まず真相一つ。それはシーニョンは別に助けを求める。いや、わかるわ、そんなんどう考えても。わからんやつ、俺よく教えてよ。割とどう、いや、ほんとだよ。どうでもいい、どうでもいいよ、ほんとに。シーニョンはまず君に会いたいようだ。聞いてやってくれ。いや、わかんない。え、誰か読んで、え、誰かこれコメント欄にもらっていいですか？なんて書いてるか。ありがとうって書いてる、これ、本当に。シーニョンの本当、日本人、韓国人、台湾人、中国人、韓国人かな？多分、韓国人だよね。正解、オッケー、いいね。あぶねえ。まあ、彼女はただのおとりですよ。彼女が困っていると助けたくなるし、ならねえよ、どう考えても赤も足りないんだから。明日、まさに誰か知らん相手に、俺の家事に売れなかったけど、いや、ほんとだよ。随分と非道なんですね。そういう若気のいたりでしょ。全然若気のいたりじゃないからね、これに関しては。さあ、ほんとに入る。あなたが今一番好きなやつでしょ、それ。現在の株価、イソジンタの身長、シーンを返す存在、この場所と今の状況において、これは難しいですね。まあ、言うて知らないと言っても、確かにシーヨンの彼氏の存在は気になる。ただ今は、まあ、とりあえずこれにしましょうか。まあ、こっちだと思うんでね。もしかしたら向こうかもしれなかったんですけど、内情で言ったらね。正解 OK。よし。最高。お、ラストの戦争だな。悲しい話ですが、あなたはこのエンターテインメントで売られたんです。あ、なるほどね。俺が売られた？そうです。あなたの父はとてもまずい相手がとてもいけない額を書いたのです。結果返済できなかった。よって今のあなたはここにいるのです。ということで。なるほどね。のびこくん、今あなたはこうクイズゲームを行って、リアルタイムにお金を稼いでいるのですよ。ふざけるな、そんなの信用できるか。事実は冷静に受け入れてください。この放送は中継され、多くを損害されている額が動いています。俺は見せ物なのか。いや、そうだよね。まあ、そういうことかね。はい。安心してください。そもそもあなたの獲得金額、返済額到達します。結構稼いでんだな。俺は無事に帰れるということか。それはわかりません。なぜなら。のびこくんが次に直面するのは次のうちどれ、ゲームのクイズ、クライマックス、おもらし我慢大会、プリーツ、パンツ食い込み競争、金の玉入れ。まあ、どれも結構、それっぽいやつが出ておかしくないけど、まあ、とりあえずゲームのクライマックスですかね、ここは。まあ、ここはそれにしましょうか、今回は。まあ、正解ですよね。ありがとうございます。じゃあ、多分ここでじゃあ一度セーブしておいて、じゃあ最後か。え？最終ステージ、待って、爆弾の量すげえけど、国境先は広大、超広大になっております。なんと100人中95人がここお亡くなるという記憶が残されています。結構亡くなってるな。のびこくん、準備はいいですか？やるしかない。さっさと始めろ。ファイナルパンサー。いや、パンサーじゃねえな。アンサーだ、どう考えても。言うのかよ、ファイナルパンサー。タバコを吸うことを喫煙。タバコをやるなんて禁煙だね。肺炎、過重炎、禁煙、突然。じゃあ、禁煙の方行きましょうか。はい。いや、これも間違えねえだろ。めちゃくちゃ簡単だよ。文字が逆なだけじゃねえか。これが俺の実力だ。釘をなんて言うの？足、釘、首、島。いや、釘だろ。どこに読むよさった他の言葉。正解。OK。これが俺の実力だ。お、いいね。このゲームタイトルで、クイズ、テスモニア、クイズ。いや、読めねえよ、これ。え？です。いやー、どれだ？デスモネアだったから、これデッカーだと思うから、多分これが正解だね。何も見えないとこが正解、これは。間違いなく。手で隠すんじゃねえもんだよ、どう考えても。正解。これは勝ちましたね。パーフェクト。生存、遊んでくれてありがとう。え？終わり？やっぱこういうゲームなんだ、これ。いや、なんかそんな気がしたけどね。はい。じゃあ、ということで、今回はクイズデスモニア、生と死をかけた
スーパークイズ番組を勝ち抜いた俺が勝者ということで、オーツミントスでした。またね、バイバイ、またね。で、結局、シェイヨンは何だったんだろうね。